皆さんこんにちは。中央大学理工学部数学科津川幸太郎です。これから数学科の紹介をいたします。中央大学の数学科では大数学、幾何学、解析学、統計科学、計算幾何学を学ぶことができます。大数学では数やそれらの演算の仕組みを研究します。幾何学では図形の性質について研究します。解析学では関数とその振る舞いについて研究します。これらは古くから数学の中心的な分野です。そして統計科学ではデータから何が読み取れるかについて研究します。計算機科学では計算機、すなわちコンピューターの原理について研究します。これらは高度情報化社会の中ますます重要となる分野です。特に数学科では単にこれらの道具を使えるようになるということではなく、背景となる理論を学びます。数学に必要なものは紙とペンだけであるとよく言われますが、数学科の貴重な施設として数学科の学生と教職員専用の図書室があります。たくさんの数学の要所や和書を利用することができるとともに、このような勉強をするためのスペースがあり、学生同士で議論したりできます。また現代の数学の研究においてはコンピューターの利用も欠かせません。数学科では専用の電子計算機室があり、自分のアカウントを取得でき、ウェブ閲覧や E メールのサービスが使えます。また計算機科目の授業でも使用します。このように十分な数の最新のパソコンが用意されており、快適に利用できます。数学科へ入学するための方法として、一般入試、指定校推薦入試、高大接続型自己推薦入試があります。一般入試は大学入学共通テスト併用方式と一般方式の2つがあります。指定校推薦入試は数学科からいくつかの高校へ優秀な生徒の推薦をお願いしています。高大接続型自己推薦入試は数学が何よりも好きで専門に勉強したいという生徒が挑戦してくれています。本学の学生以外が数学科の授業を受ける方法として科目履修生制度があります。この制度では高校生でも数学科の講義を履修できます。そして数学科に入学したら科目履修生として取得した単位は既取得単位として認定されます。また高校生は授業料無料です。そして単位を取得すれば高大接続型自己推薦入試の出願資格が得られます。数学科の卒業生は製造業、情報通信業、金融業など様々な業種の企業に就職をしています。また中学校や高校の教職に就く卒業生も多数います。そして2割弱の卒業生が大学院修士課程へ進学をしています。数学科内部からは推薦入学の制度もあります。数学は時代や状況に左右されない普遍的な学問であるとともに、近年の高度情報化社会において必要不可欠な道具でもあります。人類が獲得した素晴らしい世界が皆さんを待っています。中央大学数学科でお会いしましょう。